みんな元気、フランか。じゃねーまるです。ロックマン2おすすめますよ、フランさん。今回は、バブルマンとウッドマンに挑むよ。どんな感じなんだろうね。それはお楽しみにね。始まったけど、まずはカエルさんが出てきた。今回も即死が多いですから注意してください。この先の色づきもそうですから。これだね。どんなうなかった。あの場所で叫ぶとは。この先はトゲに注意してください。水中はジャンプをうまくコントロールですよ。ヤドカリさんを超えたら今度は提灯アンコウがいたね。ちなみに提灯アンコウのメスは体長40から50センチほどなのに対して、オスはたったの5センチほどしかないんですよ。え、ここからはクラゲみたいなテクトジャンプに注意して進んでくださいね。わかったよ。右からダメージを受けましたが、順調ですね。カエルさんを倒して、この先は、今度は神さんだね。ここは無限脇ですから、ボス戦に向けて回復するのもありですよ。わずかな回復と一気アップしか出なかった。ボスはメタルマンの技で行ってみるね。真上や斜めにも打てますから楽ですよ。頑張ってください。それじゃあバブルマン勝負だ。連射を浴びせてやるからな。あっさり撃破です。弱点技にはボスも肩なしですね。これで3人だ。それじゃあ次はウッドマンに挑むね。ウッドマンだから森なんだね。厄介な敵がいそうだな。厄介な敵はいますよ。さっきのアンコウみたいな中ボスが3体、そこまでカット。この犬、狼型だね。でもこれは簡単だね。お見事です。次から難しいですよ。ジャンプの場所か。確かにこれはやだね。強引に突破しましたね。まだあと1体いますから気をつけてください。さっきより嫌だな。こうなったら強引にやってやるよ。倒しましたが体力がいざとなったら栄冠を使ってください。でもなんとかボス部屋まで来れたね。ここで、印鑑を使ってウッドマンにメタルで挑むよ。途中の無限脇に感謝です。バリアを兼ねた攻撃、落ちてくる葉っぱに注意、あとは連射で勝てますよ。勝てましたね。これでカットしたミスはなしになりました。出さなくていいから。さあこれで4人を倒しましたね。次は誰に挑みますか。頼んでカットしたところを出さないでよ。いきなりジムのコックピットで戦場より可愛いでしょう。それよりも次回はどうしましょうか。ヒートマンとクラッシュマンかな。なんか後の2人は強そうだし。じゃあ次回はヒートマンとクラッシュマンに挑みましょう。それでは皆様。ご視聴ありがとうございました。またねー。さようならー。